金剛道寺山は、京都府北部の丹後半島にある山。標高は613メートルであり、竹野群では太鼓山に次ぐ後方である。京丹後市大宮町五十賀の北にある、高尾山から北に向かって、一京山まで続く、金剛道寺、山々系の手法である。別名は、熊野山。日経の後方道寺の中の一子が、三名の由来であるとされ。 山頂には炎のおずを祀った行者堂が建っている。丹後半島の中央部にある、金号同時山大3期国旗の安山岩からなる、トロイデ型の山である。丹後半島の中央部にあり、西方にある竹の川流域の峰山盆地から、眺望できる。山域には、楓が多く、尺投げの群生地もある。頂上付近には、絶壁が多い。 標高約350メートルのアジハニノから登山道が伸びており、アジハニノから山頂まで約50分である。山頂は京都府京丹後市安坂町東楽寺と須川の中間付近にある。飛鳥時代に呪術師の縁のオズが修行したことから、かつては20以上の棒があったとされ、今日でも行場や行者道がある。中腹には歌天皇の知性に、 行恵みが創建したとされる聖レンジの遺構がある。アジハニノの後南東六の標高350から400メートル付近にはアジハニノ集落がある。アジハニノは天正十年の本能寺の変後に細川柄社が遊兵されていた集落であり、五点と書いた時期もあった。かつては南六の標高400メートル付近に高原集落があり、アジハニノからこの高原集落に 道が通じている。かつてアジハニのには、八坂町立野間小学校アジハニの文庫があり、1971年の平行翌年には、八坂町へガラャ僧として使用されたが、消防法の関係で宿泊が不可能になったことから、アジハニの公民館として使用されていた。1963年の38号節を機に、アジハニの集落から離れる住民が、相次ぎ、 2016年時点では3世帯5人が暮らすのみである。ありがとうございます。